はい、ゆるかチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、こちら光脱毛器、まあ女性の方ではないのでそこまで気にはしてなかったんですけど、濃い部分がありまして、足がこんな感じなんですよ。でお腹のところもおへそ周りとかがすごくて、なのでこちらを使ってですね、どう変わっていくかを長期的になるんですけどやっていきたいと思います。エルカチャンネル、はい、中見てみましょう。こちらが本体になります。ここに表示されます。あとはこの箱の下に AC アダプターとヒゲ剃りですね、それとかっこいいサングラス。じゃあまずは毛を剃っていきたいと思います。エルカチャンネル、はい、すっきりしました。なくなりました。うわ、気持ち悪い。なんか落ち着かないですね。あ、つきましたね。湯気いってますね。さあ、ここでこのサングラス、どうだい？とりあえずやってみましょう。足でいきますね。おお。びっくりしましたね。パチンってなると痛くないんですよ。まあレベル的に一番下の1なんでそうなんでしょうけど、痛くはないけどこの光にびっくりみたいな。さあ、じゃあもう少しやっていきたいと思います。自動になったはず、これで連射ができるはず。うん、自動になりましたね。エルカチャンネル、さあ顔もしていきましょう。顔っていうか顎ですね。怖えな。うん、顎のところはですねちょっと痛かったです。痛かったって言っても大したことじゃないんですよ。足をした時に比べたらおってなりました。まあ顔の近くで怖かったっていうのもあったんでしょうけど、家庭用だからかもしれないんですけど、ずっと連続でやっていくと途中から熱くなります。これがで、これの熱さでおってなることが何回かありました。これで1回目は終わりです。なので今から保湿をちゃんとしとかないといけないので、それをしに行くんですけど、今週中にあと1回してみたいな感じで、週2回するぐらいの感じでやっていこうかと思います。また動画の方にですね、これは上げていってどう変わっていくかっていうのを撮りたいなと思います。
エルカチャンネル。はい、ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。